ございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷佳奈です。ナンパという、この不思議な男女の行動から、今週はまな板の上において3枚に下ろしたいというふうに思って、おります。当番組はちょっと私の都合上もございまして、なかなかこうフレッシュなネタがそのまま扱えないという、欠点が、その辺はちょっと一つ、含み置きくださいませ。ずいぶん前の話になってしまいます。8月の終わりの、衆議院選挙がございます。私も行きました、ちゃんと。清き一票を。清き一票を当時に行ったんでございますが、そこで見かけた、ナンパとは関係ないんですが、ちょっと時事ネタで、ちょっと日記帳に書いてるもんですから、30日、ガードレールに伝い歩きしつつ、投票場に向かう老婆あり。その老婆の息の荒さ。まるで七人の侍に登場する家族を信氏に皆殺しにされた老婆のごとしって書いてますね。はあ、七人の侍で覚えてないですか？はい、わかります。覚えてるでしょ、家族を皆殺しにされて、ほら、早く死にてえだとかって言ってたおばあちゃんがいた。信氏が一人、とっ捕まっちゃう。そうすると、もう命乞い、助けてくれって言ってんだけど、村人がこう、鎌で押そうとする。七人の侍が命乞いをしてる、哀れな、信氏じゃ、許してやれって言うんだけど、許せない。その波をばーっと押し切って、よぼよぼのおばあちゃんが鍬を抱えて、ゆっくり信氏に、を殺しに近づくという。うん、それと同じ殺気を投票場で感じたん。いや、そのガードレール、ガードレールを伝い歩きながらおばあちゃんが投票場に歩いてんのよ。で、息が荒いの。心臓かなんかに持病かなんか抱えてらして。大丈夫なんですか？え？大丈夫ですか？大丈夫じゃないんでしょうけど、はい、おばあちゃんはなんか積年の恨みがあって、どっかの政党にただ一つ大きく丸印をして、あとは書かないというその投票行動の中に、恨みがこもってたっていう。でもなんかすごくそういう意味ではね、感動したというか、興味津々でしたよね。はい、石原さんの弟さん、天気予報やってらっしゃる弟さんが、兄ちゃんが選挙運動で戦ってるのを横でレポートするっていうのを、選挙が終わった後でやってたけど、あの人は、敏感は敏感な人だね。うん、弟に向かって愚痴こぼすんだけど、愚痴のこぼし方がすごく良かったよね。なんておっしゃってたかっていうと、地元民の人に自民党の石原でございますって挨拶してた。演説するじゃん。住民、それを聞いてる住民の人たちの横顔に恐怖を感じたっていうね。殺気を感じたっていう。信輝さんがおっしゃってる。そう。聞いてくれないとかじゃなくて。へぇー。なんかそういう殺気があったんだよな。なんかちょっとリアルな感想ですね、でもそれはね。ねえ。ボロボロになっちゃいましたね。ほんとね。どっかの政党さんがね、私もまさかこういうことにはなると思わなかったんで、あれですけども。で、それから、その選挙の大騒ぎの隙間にも流れておりましたのが、ヤマピーが風邪ひいたっていうのと、ノリピーがね、ドラッグやっちゃったっていう、それが延々とやっておりましたけど、はい、黒金さんっていう漫画家さんが、もう嫌なんだろうね。番組の中ですごいこと言ってたよね。何ですか？選挙の報道がガンガンやってる中で、まだしつこく、ノリピー問題を取り上げたの、しつこくっていうか、大事な局面だったんでしょ、芸能ニュースとしては。黒金さんが突然、やめませんもうこの話題って言ったんだよね。あ、そうですか。うん。カナさんはどうですか？はい、芸能人の不祥事が続きましたけど。はい。私もなかなかショックでしたよ。ちょっとそんなに簡単にね、うん、手に入っちゃうものなのかなっていうのと、もっとマスコミが覚醒剤のようなものをやったら、もうこんなに人生ボロボロになるんだよっていうことをもっともっと報道しないとダメなんだろうなって。でも逆にね、俺最近のメディアっていうのは、いろんなこと教えてくれたよね。うん。そう思わない？はい。一週間逃げ回れば、とにかく消えるってこと。その次に髪の毛短くして髪の毛染めると、毛髪からは検出しづらいってこと。そうですね。その手の内を教えてくれちゃったってなりますよね。正直に話す明るい前向きなキャスターっていっぱいいたよね。はい、あれメモってるやついるんだろうね。はい、一週間逃げ回ることとかっつって張り切ってるやつもいっぱいいるんだろうね。メディアってもうそういうことになっちゃいましたよ。抑止に全然ならないっていう。逆に悪い人たちを励ますっていう。なんかそういう気が。私はね、不思議で仕方がない。何を思ったかっつと。社会にしても、お塩にしても、一応二人とも家庭を持ちつつ、そうですね、全部異性が絡んでんのね。うん。はい。例えば、
高僧、はい、お妾さんがいらしたの。ああ。ね。はい、お妾さんがいらして、奥さんの坂井紀子、高僧紀子とも平然と夫婦関係を。うん、お塩ってのも、うん、ちゃんと いたわけでしょ、お子さんも、うん、奥様も。あ、もちろんですね。ほんで、ポンポンで、はい、他の女性と、MDMA、ね、はい、の女性とっていう、うん。なんでこんなに、モテるのかっていう。モテるってのは変だけど。はあ、モテるって言っていいんじゃないの、ある意味で。だって、坂井紀子を口説いて結婚するっていうのは、たくさんの独身女性が夢見た、あ、独身男性が夢見たことだと思うし、うん、推しを学ぶにしても、ハンサムだよね。まあ、あの、悪そうなところがいいわっていう、ね。これです。今週3枚に下ろしたいと思ってるのは、この悪そうに見えてなぜか女を引きつける男たちという。はい、さあ、ナンパを科学したいと思います。もちろん元ネタございましてですね、東京書籍より出ております、坂口菊江さん、ナンパする科学。うん、今週は一つ男女の不思議に突入していきたいと思います。うん、この次また明日のワネットの上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香菜です。さあ、そこでは参りましょう。謎の言葉、ナンパということでございますが、まずはちょっと全く別の異国の方からの話題で入りたいと思いますが、アメリカ司法省の調査によりますと、思春期14歳から18歳までに強制的に身体、体を触られるなど性的強制を受けた女性がいます。この女性たちは成人後さらに性的強制強要の対象となる確率がそうでなかったものより 4.6 倍高い。どういうことですか。じゃあ14歳から18歳という中学生から高校生の間に痴漢にあった人は成人後も痴漢あるいはストーカーに出会う確率が1回も痴漢に会わなかった中学生よりも 4.6 倍、5倍近く高いという。なんで？ここだよな。うん。で、思春期ですよ。14歳から18歳まで未遂、それから被害に遭った等と、何の被害かというとレイプという被害に遭った人は、それまでレイプの被害、あるいは未遂、それから、その、実際に被害者になった、そういう経験がない人に比べて、13.7 倍高いんだって。若い時に、レイプみたいなことに巻き込まれた人っていうのは、その、痴漢だと5倍近く、成人後も会いやすい。で、レイプに至っては、なんと13倍も、子供の時にレープみたいな恐ろしみにあった人はさらに13倍、14倍近く高くなるんだって。なんでですか？この辺が不思議だよね。はい。なんでだろう。ね。で、これをですね、アメリカで調査した、アメリカの調査の仕方、大胆ですな。はい。実際に役に立ってもらおうということで、刑務所にいらっしゃるレープファンの人をバーッと集めまして。いらっしゃるってことじゃないですか、ね。まあね、いいじゃないですか。刑務所にいる。はい。はい、ごめんなさい、はい、犯罪者の視点からどの女性が好みかを調査した。いや、これはでも生々しいでしょ。はい、ね、はい、で、性欲がふっと起きるとかなんとかって言いますけど、現実にレイプとかですね、痴漢行為、ストーカー行為で逮捕され収監されている囚人さんたち、司法省、米司法省が調査やってる。で、この時にすごく面白いのはですね、女性そのものを見せないんですよ。うん、何を見せるかっていうと、その女性のそのシルエットに沿って、明かりをつけといて、ライトを。で、その女性に歩かせるんです。容姿じゃないの。歩き方なの。それで用意どんで見せたら、性犯罪者100人に聞きましたで、ね、90人以上がとある女性を特定するんです。いや、怖いなんか。ね、顔も見えなきゃ、姿も見えない。ただ、点が動くだけなんです。その女性に取り付けられて。で、これが面白いことに、30秒を見せて、襲いやすいかどうか、好みのタイプかどうかを、こう、全部、アンケートで書いてもらう。はい。と、襲いやすいで、同一女性がものすごい確率で犯罪者に選ばれた。なんか特徴があるんですね。そうなんです。つまり、その、彼ら、性犯罪者、レイプとか、ストーカー行為をやる人たちの、好みのタイプがあるんです。それも顔や形じゃない。うわ、なんと歩き方。その歩き方の何の特徴かっていうと、それはまあね、私もビデオ見てないですけど、うん、その本に書いてあることで、読みますと、その女性の歩き方がスムーズではない。
歩き方がスムーズではない。性犯罪者の視点から見ると魅力的に見える。つまり歩き方のいびつさというのは性的魅力、ね、そのストーカーとかレイプ犯なんかを引きつける性的魅力の一つになっている。しかし歩き方のいびつさっていうのは、私ね、本当これはもう実感してて、もう私も一回だけね、青山のちょっとジムが終わってムラムラした時に、そんなあるじゃないですか、老人でも初老の男でもあるんですよ。なんかそのちょっと腕立て伏せやりすぎちゃって、はい、いろんなところが立っちゃったみたいな、なんかそういう白日に向いたら、それでね、向こうから3人の女性がやってきて、その女性をじっと見てたの。好みのタイプだなと思って、自分がその3人のうちのどれを選ぶかなと思った人は、歩き方がちょっと変な人でした。うわ、何なんだろう、それ。歩き方がちょっと変っていうのは何だと思う、かなさん。いや、でも何だろう、ガニ股とか内股とか、うん、歩き方って言うと、これはですね、履き慣れてないハイヒールを履いてる女性の歩き方です。あれ見るとムラーってくるのよ。やだー。でハイヒールっていうのはやっぱ性的魅力にあふれてるんですよ。うん、それわかります。変態の中で踏まれたいっていう人がいるくらいですから、はい、ね、集める人もいますからね。集める人いますから、はい、ね。であれなんでかっていうと、女性を普通に歩かせない道具なんですよ。だって男絶対履けないよ。はい、まあ確かに歩きにくいは歩きにくいです。いびつな歩き方、はい、これがこのやっぱりなんていうか、むやみに犯罪者に女性としてこう、うん、こうやって考えると、ああ、マリリン・モンローなんかそうなんだ。そうですよ、ね、そうですよ、そもうズバリ言うとそういうことですよ。そうですね、セクシーって言われてるのはそういうことなんですよ。さあ、それではこっからね、ネズミを例に、ネズミをナンパをかがし、あ、ごめんなさい、時間いっぱいあるから、この続きまた明日の前の上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香菜です。さあ、ナンパを科学したいと思います。もちろん元ネタございましてですね、東京書籍より出ております坂口菊江さん、ナンパする科学、うん、この本にはちょっと注文もあるんでございますが、はい、もうちょっとわかりやすくナンパを科学してほしかったんですけども、タイトルはなんかね、面白そうだ、面白そうだよね、はい、でまあいろいろこう実験のこと、科学的なアプローチっていうのはありましてですね、例えばこういうことがかなさんあるそうです。ハタネズミ、それもプレーリーハタネズミというので、これね、珍しいことに一夫一婦制を堅持しているネズミだそうです、はい、うん、でこいつをそのいろいろこう実験で使ってみると、面白いのはオキシトシンという、これはホルモンかな、がありまして、これをバージンのハタネズミに注射しますと、すぐに押すと夫婦行動に入る。うん、オキシトシンという、はい、これ脳内ホルモンなのかね、うん。うん。こいつがどうも、その、恋愛ホルモンみたいなね。惚れ薬みたいな、ね、はい。で、メスは赤ん坊が、乳房に吸い付くと脳内にオキシトシンが分泌する。脳内神経伝達物質やつだな。だからそのオキシトシンを体の中に入れると夫婦行動に入って、でメスの方はと言いますと、カナさんも体験したと思いますが、子供が吸い付くでしょ、乳首に、はいはい、それその時にオキシトシンがバーッと脳内に出てるんですよ。へー、うん、そうなんだ。でこれは当然でありますが、オキシトシンは母子間の結びつきを育むホルモンです。へー、でこれオキシトシンってすごいんだよな、子宮収縮のこの作用なんかにも使われておりまして、陣痛促進作用もあるそうです。へー、これなんかやっぱりものすごいね、セックスの際の快感、これにもオキシトシンが、うん、ね。で、オスの場合はと言いますと、オスの場合はですね、バソプレッシンっていう、また出てきたぞ、すごいのが。まあいいや。これは、利尿ホルモンの反対で、おしっこを出にくくする。はい。ね。で、オスの攻撃性、縄張りを防衛するという、そういうやる気を引き起こす脳内物質、うん、バソプレッシン。はい。で、夫婦間の結びつきにもこれが作用している。つまり、女性の場合は夫婦の時は、オキシトシンというやつが男女間の夫婦関係を結びつける。男の場合はと言いますと、バソプレッシンというやつが夫婦の結びつきを。だから、やっぱ男は、嫁さんに関しては、縄張りの一部だと、いうことを考えているみたいであります。脳内の報酬系ではありますが、こういう系が、システムがある。ここに快感、やる気を引き起こすものがある。で、ドーパミンが入りますと、この脳内の報酬系にドーパミンが入ると、ものすごい快感情、やる気いっぱい。はい。うん。で、この
ドーパミンというやつをその人工的に入ってって引っ張り出すのが実はコカインなんです。あ、そうなんだ。うん。中でも側座核と呼ばれる部位は敏感で、このここにコカインが、まあ、例えば鼻からね、炙りでやったりなんかして、うん、炙りなんてのもやばい言葉を、知らない言葉でした、そんなの。知らない言葉でした、はい、この間寿司屋の大将と梅ヶ丘の緑寿司の大将とゴルフやったら恨んでましたよ。え、高祖ご夫婦を。梅ヶ丘のその寿司屋さん、はい、そこ緑寿司の大お店の売り物が炙りですよ。あー、あらららマグロの炙り。炙りね。うん、もうそれから全然注文がいなくて、うわ、今日なんかいいの入ってるったら、あ、炙りなんかどうですかって言うとシャッと店中がしてみんな大将を見るというね。そんなとこまで影響出ちゃってんですか。炙り全然売れないって、もう あのねイメージが悪くなって。そっか、美味しいのに。うん、美味しいのにさ、あの一言で言葉そのものが汚れてしまった。でもあのコカインっていうのはそんな風にして頼みもしないのに報酬系に入ってドーパミンを引き出すんです。でドーパミンなんてのはやっぱりちゃんと手順踏まないとダメなのに、コカインが勝手に入ってきて快感情をやり起こしたりなんかするというね。で、ここに一歩一歩性を支える脳部位もありましてですね、この側座核というところで、オキシトシンとかバソプレッシンの受容体も多くある、この脳内の報酬系に、はい、だからまあちょっと申し訳ないね、これあの法的にちゃんと呼ばなきゃいけないんでしょうけど、まあ私流なんで勘弁してください。そのお塩さんという方、酒井のり子さんという方、高曽のり子さんという方、旦那様も含めて MDMA、うん、あるいはコカイン、これはあのその夫婦仲を強烈に結ぶんですよ。これで手順分かった？つまり脳内の報酬系の中にあって、そのコカインが夫婦仲がうまくいっている時に出すべきその神経伝達物質をコカインで強制的に引っ張り出すわけですよ。そういうシステムなんだな。だからコカインに依存すると何が危険かっていうと、出っ放しになっちゃうんですよ。自分で止める止めないじゃなくて、機械に頼っちゃうわけ、機械じゃねえ、薬物に頼っちゃうわけだから。だから変な言い方だけど、そのあんなことがあればね、なんかこう男女の関係ってひびが入るのに逆に強く結びつけられてるでしょ。それはすでにもう脳内の報酬系にガタが来てる証拠ですよ。うん、 MDMA とかコカインなんかでこう結びついた関係というのはこれ当たり前ですけども、薬が切れると簡単に切れてしまうわけですよ、はい、魔法が解けてしまう、うん、だから続けてやり続ける以外ないわけ、はい、時間いっぱいでございます。この続きまた明日のマネタの上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香菜です。もう私自身も自覚しておりますが、この年になりますと、オスという、私の性、男性というこのオスという性はですね、メスを基本にして作られております。母体は私メスでございます、うん、はい。で私、まあちょっと分かりやすく朝からなんでございますが、まあ、いわゆるチンチンを下げてるわけでございますけども、はい、これもまああの女性の体の一部が変化したやつで、あ、なんかよくこうね言いますよね、子宮が外に出てきたものが、そうです、ミシンでガーッと縫ったんです。これはもう男性はもうみんな見ますよ。そうだし、いやいや、今度子供の見てごらん、綺麗に縫ってやるから。ああ、の裏側、裏側さ。で男はどこで男らしくなるかと言いますと、このお母さんのお腹にいる胎児期に男性ホルモンを全身に浴びるんです。はい、それでそれを浴びといて細胞が俺はオスだっていう、で一回バーッ自分で浴びる男性ホルモン、そしてオスとして特化していくわけです、はい、でこの男性ホルモン濃度が性的指向を決定する。すごいね、お腹の中で決定しちゃうんですね。そうで、この男性ホルモン云々の一つの物差しがテストステロンで、これが高いほどコミュニケーション力が低くなるんですって。しかもこれね、俺すごいなと思ったけどね、コミュニケーション、それからセルフモニタリング、自分の行動を調節する能力とか、それから人とこう言葉を交わすっていう能力がいきなり低くなるんだって。うん、興味の対象が異様に狭くなるんですって。それからこのテストステロン
のがどこに現れるかと、これびっくりしたんだよね。それですぐなんかスーパーに週刊誌買いに行ったりなんかしたんだけど、はい、テストステロンをたくさん浴びた人ほど人差し指と薬指の長さっていうのが変わってくるんだって。それすごい調査というか分析というか。すごいよ。これね、今、結構本であれしてるんだけど、指の長さが変わるんだって。はあ。でね、薬指が長ければ長いほど、テストステロンをたくさん浴びてるんだって。男らしいってことですか？男らしすぎるっていう。へぇ。俺見て。なんだよ、ドラえもんを見るような目で俺を見るな。俺ほとんど変わらないんですね。変わらないですね。でも、薬指が長い男に、女性の方、ご用心。短期配偶戦略で迫ってきます。やだ、ちょっとなんかいろんな人の男の人って見たくなりました。まずは旦那旦那そうですね。ああ、むやみになかったらどうすんだよ。わー、面白い。ああ、その結果今ね、そう、今週まな板の上に置いてるナンパってのは短期配偶戦略。短期配偶戦略、男の本能に最も火つけて逃げたいっていう魅力に女性がまんまと乗る時がある、うん、それは今度芸能界で起きた覚醒剤あるいは麻薬事件の両方の男性にも通じてるとこじゃない、うん、二人とも短期配偶戦略の男だと思いません？あんなん男だったらすぐわかるよ。あ、やっぱりじゃあ同性から見るのと異性から見るの違いますかね。当たり前だよ。なんか、うん、なんでかつたらあいつらって申し訳ないですけどね。まあ、うん、いいか一発やって逃げようって顔してるじゃん。それがちょっと悪そうに見える男ですよね。そうそうそう、ちょい悪に見える女性から見るとね。ところが女性はこれにあえて乗るケースがあるんです、うん、で俺これ本当にね、ちょっとドラッグ問題で世間を騒がしてる2人の芸能人妻の旦那さんと芸能人の男とフラッシュかなんか買いに行って2人とも見たんだよね。それで見たんですか、うん、はい、長さはよくわかんない。ただはっきりしてることは2人とも綺麗な指してるよね。いわゆるよく女の人は綺麗な手の男の人に惹かれるっていうのは多いですよ。 それはやっぱりテストステロン、短期配偶戦略、一発かまして逃げちゃう男に女性がまんまと引っかかりやすい要素をすでに持ってるんだ。綺麗な指に引きつけられるところは、はあ、だって結婚するとき絶対指なんか見ないから。見ないですね、うん、これ別にまた別個の本もあったんですよ。指があなたの人生を決めるとかっていうのがあったんですけど、ちょっと見てごらん。見てみます、これから。これから、仕事現場で会う男性とか、おしゃべりのお相手とか。はい、で、とにかく俺はドラえもんということでね。俺、まん丸なんですよ。うん。で、私はなんか、この二人の風貌にはやっぱり共通点がある。というのは、同性の友人が少なそうである。これはもう間違いありません。私は男として見てて思います。うん、そして、このお二人さん、どう見ても、話し合うと案外気が合うんじゃないか。女性の好みがこの二人一致するんじゃなかろうかと。さあ、哲也さんの分析ですね。そうです。はいはい。で、やっぱりこの二人はテストステロン、うん、この濃度が高そうだということは言えると思いますね。ちなみに、ああ、そう、時間切りましたね。こっから面白いんだ。この続きまた明日のまな板の上で。武田哲也、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷香菜です。テストステロンという謎の脳内。神経ホルモンのことを話して、はい、おるわけでありますけどもね、はい、でちなみにでございます、昨日ここで終わったんでございますが、このテストステロン濃度職業別で言えば何が高いか、これアメリカでの調査ですよ。アメリカでの調査。まあでも芸能人とかもう、あと偉い。テストステロン濃度アメリカで職業1位俳優だそうです。いやー、そんな調査もしてるんですか。だからやっぱ向こうも性犯罪必死なんですよ。第2位、フットボール選手。3番目、外科医。4番目、大学教授。5番目、消防士。6番目、セールスマン。俳優が来ましたか。まあ、アメリカの調査とは言っても、でも、だからこそ、持ってる男が人気が出るんですもんね。そうですね、うん、テストステロンは男性ホルモンの特徴であるシステム化の、ものの仕組みに興味を持つというそういうホルモン、脳内ホルモンで、共感する能力がやっぱりこれが増えれば増えるほど低くなるというね、うん、ので、異性についても短期配偶戦略、言葉は言葉はかっこいいんですが、やり逃げ男って言いますかね。よく言えばモテると。
まあ、そういうことでしょうね。それで、自分の身体的魅力が高いと信じきっているというね、うん、そういう能力で両者ともなんだこれなんでこんなことがわかるんだ書いてあって自分でびっくりしてるの、はい、両者とも初潮年齢が遅い異性に惹かれる傾向あなるほど何ですか自分だけで納得しないでください。いやいやテストステロンが高い男性っていうのは初潮年齢が遅い女性異性にクッて惹かれるという傾向があるというね。でもアメリカの研究ってそのテストステロンの研究までは分かりますけれども、うん、その男性が初潮年齢が遅い女性を好きになるって、うん、そこまで調べるっていうのが、うん、アメリカってすごいですね。すごいな。そこまで調査するっていうね。まあドラッグ関係の事件が芸能界で相次いでおりますが、もう全部女性の影があります。元音楽グループやってらした方もそうでしたよね。あの方も捕まった時は奥さんではない方と一緒にで二人でドラッグやって楽しむつもりだったっておっしゃってますけど、なぜドラッグ関係をやる人はたくさんの女の人とこう結びつきたがるのかという、うん、俺もよく考えたよなこんなこと自分で呆れますけども。でもテストステロンって悪者じゃないんですよね、うん、そうですそうです、ね、なければダメなんですよ なければ全然ダメ、ね、あの濃度の問題ですよね、はい、あ俺はね彼女一時思ったのはね俺昔金八先生で中学生でもうドラッグの中毒になっちゃうっていう子の問題をやったことがあったの、はいはい、あの時にはもうバカのクソのって言われましたよね。中学生にはね麻薬中毒になるやつがいるかとかって言われたんだけど、うん、何のことねんな、うん、大体薬物始めた人の経歴かなんかを調べると全部中学校ですよね。今低くなってると思いますよ、ね、シニアから始まってですからね、はい、俺不思議で仕方ない。それはディレクターとも全員話し合ったんだけども、うん、ドラッグ関係の人たちが見る幻覚で、うん、いつも虫が出てきますね、うん、あれさ変だと思わない？ あれさドラッグやってる人たちその僕はね現実に会ったことあるんですわ、はい、あのそのドラッグの怖さを勉強するために来てもらったんですよ、はい、やってた方に、はい、その方もおっしゃるんだけどもう虫出るとダメだなとかっておっしゃるんですよ。それ禁断症状の時に虫が見える、として虫が見える、うん、でも必ず虫が出てくるっていうのは不思議だと思いませんか、うん、それでもう虫が出てくると後戻りは難しいってあのいや虫を見た人がそうおっしゃるんですよ。なんで虫なんだろう。でも幻覚っていうのは何を見てもいいわけでしょ、うん、何を見てもいいという自由さを求めてドラッグをやるのにたどり着くところはみんな虫っていうのはドラッグって不自由ですよね、うん、最後全部虫見ちゃうんですよ。つまんねえ。嫌ですよね虫なんてね。嫌ですよ ねで、なんで虫なのかっていうのが俺不思議でしゃあないの、はい、でこれもしかしたらねこのドラッグをやると脳の中の遠い記憶でその病原体にやられる原初の人類の悪夢っていうポイントまで記憶が戻っちゃうのかな。つまり虫に病原体のイメージがあるんじゃないかな。なんか細菌みたいな。そうそうそう細菌。うーん、何話してるか全然わかんなくなったけどでもドラッグっていうのがトドのつまり最後に私たちに送り込む幻覚っていうのが太古の病原体のイメージという随分つまんないもんだよな。うん、なんてな、うん、という時間いっぱいになってしまいました、ね、はい、はい、この続きまた来週ということでございますけどね、来週ちょっとこのネタで持つかとか不安はあるんでございますが努力はしてみたいと思います。この次また来週のまな板の上で。それはやっぱりテストステロン短期配偶戦略、一発かまして逃げちゃう男に女性がまんまと引っかかりやすい要素をすでに持ってるんだ。綺麗な指に引きつけられるところは、はあ、だって結婚するとき絶対指なんか見ないから。見ないですね、うん、これ別にまた別個の本もあったんですよ。指があなたの人生を決めるとかっていうのがあったんですけど、ちょっと見てごらん。見てみます。これからこれから、はい、仕事現場で会う男性とかおしゃべりのお相手とか、はい、でとにかく俺はドラえもんということでね俺まんまるなんですよ。うん。で、私はそのなんかこの二人の風貌にはやっぱり共通点がある。というのは同性の友人が少なそうである。これはもう間違いありません。私は男として見てて思います。そしてこのお二人さんどう見ても話し合うと案外気が合うんじゃないかっていう。女性の好みがこの二人一致するんじゃなかろうかと。
それは哲也さんの分析ですね。そうです、はいはい、でやっぱりこの2人はテストステロン、うん、この濃度が高そうだということは言えると思いますね。ちなみに、ああ、違う、時間来ましたね。こっから面白いんだ。この続きも出したの笑いとの上で。武田哲也、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷佳奈です。テストステロンという謎の脳内、神経ホルモンのことを話して、はい、おるわけでありますけどもね、はい。で、ちなみにでございます。昨日ここで終わったんでございますが、このテストステロン濃度、職業別で言えば、何が高いか。これアメリカ、アメリカでの調査ですよ。アメリカでの調査。まあでも、芸能人とか。もうあなた偉い。テストステロン濃度、アメリカで職業1位、俳優だそうです。いやー、そんな調査もしてるんですか。だからやっぱ向こうも性犯罪必死なんですよ。第2位、フットボール選手。3番目、外科医。4番目、大学教授。5番目、消防士。6番目、セールスマン。俳優が来ましたか。まあアメリカの調査とは言っても、でもだからこそ持ってる男が人気が出るんですもんね。そうですね、うん。テストステロンは男性ホルモンの特徴であるシステム化の、うん、こうものの仕組みに興味を持つという、そういうホルモン、脳内ホルモンで、共感する能力がやっぱりこれが増えれば増えるほど低くなるというね、うん。ので、異性についても短期配偶戦略、言葉は言葉はかっこいいんですが、やり逃げ男って言いますかね。よく言えばモテると、まあそういうことでしょうね。それで、自分の身体的魅力が高いと信じきっているというね、うん、そういう能力で、両者ともなんだこれ、なんでこんなことがわかるんだ、書いてあって自分でびっくりしてるの、はい、両者とも初潮年齢が遅い異性に惹かれる傾向。あ、なるほど。自分だけで納得しないでください。いやいや、その上において3枚に下ろしたいというふうに思って、おります。当番組はちょっと私の都合上もございまして、なかなかこうフレッシュなネタがそのまま扱えないという欠点が、その辺はちょっと一つ含み置きくださいませ。ずいぶん前の話になってしまいます。8月の終わりの、はい、衆議院選挙がございます、はい、ね。私も行きました、ちゃんと清き一票を、清き一票を当時に行ったんでございますが、はい、そこで見かけたナンパとは関係ないんですが、ちょっと時事ネタで、はい、ちょっと日記帳に書いてるもんですから、30日ガードレールに伝え歩きしつつ投票場に向かう老婆あり、その老婆の息の荒さ、まるで七人の侍に登場する家族を野伏に、野伏に皆殺しにされた老婆のごとしって書いてますね。はあ、七人の侍で覚えてないです。はい、わかります。お、覚えてるでしょ、はい、家族を皆殺しにされて、ほ、はい、ら、早く死にてえだ、とかって言ってたおばあちゃんがいた。はい。野武士が一人、と捕まっちゃう。そうすると、もう命乞い、助けてくれって言ってんだけど、うん、村人がこう、鎌で襲おうとする。七人の侍が命乞いをしてる、哀れな、野武士じゃ、許してやれって言うんだけど、許せない。その波をばーっと押し切って、よぼよぼのおばあちゃんが鍬を抱えて、ゆっくり野武士に、を殺しに近づくという。うん、それと同じ殺気を投票場で感じたん。いや、そのガードレール、ガードレールを伝い歩きながらおばあちゃんが投票場に歩いてんのよ。で、息が荒いの。心臓かなんかに持病かなんか抱えてらして。大丈夫なんですか。え、大丈夫ですか。大丈夫じゃないんでしょうけど、はい、おばあちゃんはなんか積年の恨みがあって、どっかの政党にただ一つ大きく丸印をして、あとは書かないというその投票行動の中に恨みがこもってたっていう。でもなんかすごくそういう意味ではね、感動したというか、はい、興味津々でしたよね、はい。石原さんの弟さん、天気予報やってらっしゃる弟さんが、兄ちゃんが選挙運動で戦ってるのを横でレポートするっていうのを、選挙が終わった後でやってたけど、あの人は敏感は敏感な人だね、うん。弟に向かって愚痴こぼすんだけど、愚痴のこぼし方がすごく良かったよね。なんておっしゃってたかっていうと、地元民の人に自民党の石原でございますって挨拶してた、演説するじゃん。住民、それを聞いてる住民の人たちの横顔に恐怖を感じたっていうね。殺気を感じたっていう。ノブテルさんがおっしゃってる。そうそうそう。聞いてくれないとかじゃなくて。へー。なんかそういう殺気があったんだよな。なんかちょっとリアルな感想ですね、でもそれはね。ねえ。ボロボロになっちゃいましたね、本当ね、どっかの政党さんがね、はいはい。私もまさかこういうことにはなると思わなかったんで、
ね、あれですけども。で、それから、その選挙の大騒ぎの隙を持ったかつと、左官にしても、お塩にしても、一応二人とも家庭を持ちつつ、そうですね、全部異性が絡んでんのね。うん、はい。例えば、高曽、はい、お目かけさんがいらしたの。ああ。ね。はい、お目かけさんがいらして奥さんの坂井紀子、高曽紀子とも平然と夫婦関係を、うん、お塩ってのもちゃんと いたわけでしょ、お子さんも、うん、奥様も、あ、もちろんですね、ほんで、はい、ポンポンで他の女性と MDMA、ね、はい、の女性とっていう、うん、なんでこんなにモテるのかっていう、モテるってのは変だけど、はあ、モテるって言っていいんじゃないの、ある意味で。だって坂井紀子を口説いて結婚するっていうのはたくさんの独身女性が夢見た、あ、独身男性が夢見たことだと思うし、うん、推しを学ぶにしてもハンサムだよね。まあ、あの悪そうなところがいいわっていうね。これです、今週3枚に下ろしたいと思ってるのは、この悪そうに見えてなぜか女を引きつける男たちという、はい、さあ、ナンパを科学したいと思います。もちろん元ネタございましてですね、東京書籍より出ております、坂口菊江さん、ナンパする科学。うん、今週は一つ男女の不思議に突入していきたいと思います。この次また明日のワネットの上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷佳奈です。さあ、そこでは参りましょう。謎の言葉、ナンパということでございますが、まずはちょっと全く別の異国の方からの話題で入りたいと思いますが、アメリカ司法省の調査によりますと、思春期14歳から18歳までに強制的に身体、体を触られるなど性的強制を受けた女性がいます。この女性たちは成人後さらに性的強制強要の対象となる確率がそうでなかったものより 4.6 倍高い。どういうことですか。じゃあ14歳から18歳という中学生から高校生の間に痴漢にあった人は、成人後も痴漢あるいはストーカーに出会う確率が一回も痴漢に会わなかった中学生よりも 4.6 倍、5倍近く高いという。なんで？ここだよな、はい、うん。で、思春期ですよ、14歳から18歳まで未遂しか被害に遭った等と、何の被害かというとレイプという被害に遭った人は、それまでレイプの被害、あるいは未遂、それから、その、実際に被害者になった、そういう経験がない人に比べて、13.7 倍高いんだって。若い時に、レイプみたいなことに巻き込まれた人っていうのは、その、痴漢だと5倍近く、成人後も会いやすい。で、レイプに至っては、なんと13倍も、子供の時にレイプ、レイプ、なんだよ。ドラえもんを見るような目で俺を見るね。これほとんど変わらないんですね。変わらないですね。でも、薬指が長い男に女性の方、ご用心。短期配偶戦略で迫ってきます。やだ、ちょっとなんかいろんな人の男の人の手見たくなりました。まずは旦那旦那。そうですね。ああ、むやみになかったらどうすんだよ。わー、面白い、ああその結果。今ね、今週まな板の上に置いてるナンパってのは、短期配偶戦略。短期配偶戦略。男の本能に最も火つけて逃げたいっていう魅力に女性がまんまと乗る時がある、うん、それは今度芸能界で起きた覚醒剤あるいは麻薬事件の両方の男性にも通じてるとこじゃない、うん、二人とも短期配偶戦略の男だと思いません？はあ、あんなん男だったらすぐわかるよ。あ、やっぱりじゃあ同性から見るのと異性から見るの違いますかね。当たり前だよ。なんか、うん、なんでかって言ったら、あいつらって申し訳ないですけどね。まあ、いいか。一発やって逃げようって顔してるじゃん。それがちょっと悪そうに見える男ですよね。そうそう、ちょい悪に見える。女性から見るとね。ところが女性は、これにあえて乗るケースがあるんです。うん、で、俺、これ、ほんとね、ちょっと、ドラッグ問題で、世間を騒がしてる二人の、芸能人妻の旦那さんと、芸能人の男と、フラッシュかなんか買いに行って二人とも見たんだよね。それで見たんですか。うん、はい、長さはよくわかんない。ただはっきりしていることは、二人とも綺麗な指してるよね。いわゆるよく女の人は綺麗な手の男の人に惹かれるっていうのは多いですよ。 それはやっぱりテストステロン、短期配偶戦略、一発かまして逃げちゃう男に女性がまんまと引っかかりやすい
要素をすでに持ってるんだ、綺麗な指に引き付けられるところは。はあ、だって結婚するとき絶対指なんか見ないから。見ないですね。これ別にまた別個の本もあったんですよ。指があなたの人生を決めるとかっていうのがあったんですけど、ちょっと見てごらん。見てみます、これから。これから、仕事現場で会う男性とか、おしゃべりのお相手とか、はい、で、とにかく俺はドラえもんということでね。俺まんまるなんですよ。うん。で、私はその、なんか、この二人の風貌にはやっぱり共通点がある。というのは、同性の友人が少なそうである。これはもう間違いありません。私は男として見てて思います。そして、このお二人さん、どう見ても、話し合うと案外気が合うんじゃないかっていう。女性の好みがこの二人一致するんじゃなかろうかと。そう、哲也さんの分析ですね。そうです。はいはい。で、やっぱりこの二人はテストステロン、この濃度が高そうだということは言えると思いますね。ちなみに、そう、時間切りましたね。こっから面白いんだ。この続きまた明日のバラエティの上で。武田哲也、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷佳奈です。テストステロンという謎の脳内、神経法。姿も見えない。ただ、点が動くだけなんです。その女性に取り付けられて。で、これが面白いことに、30秒を見せて、襲いやすいかどうか、好みのタイプかどうかを、こう、全部、アンケートで書いてもらう。はい。と、襲いやすいで、同一女性がものすごい確率で犯罪者に選ばれた。なんか特徴があるんですね。そうなんです。つまり、その、彼ら、性犯罪者、レイプとかストーカー行為をやる人たちの好みのタイプがあるんです。それも顔や形じゃない。うわぁ。なんと、歩き方。その、歩き方の何の特徴かっていうと、それはまあね、私もビデオ見てないですけど、その本に書いてあることで、読みますと、その女性の歩き方がスムーズではない。歩き方がスムーズではない。性犯罪者の視点から見ると魅力的に見える。つまり歩き方のいびつさというのは性的魅力。ね。そのストーカーとかレイプ犯なんかを引きつける性的魅力の一つになっている。しかし歩き方のいびつさっていうのは、俺はね、ほんとこれはもう実感してても、私も一回だけね、青山のちょっとジムが終わってムラムラした時に、そんなあるじゃないですか、老人でも初老の男でもあるんですよ。はあ、なんかそのちょっと腕立て伏せやりすぎちゃって、はい、いろんなところが立っちゃったみたいな、なんかそういう白日見向いたな。それでね、向こうから3人の女性がやってきて、その女性をじっと見てたの。好みのタイプだなぁと思って、自分がその3人のうちのどれを選ぶかなと思った人は、歩き方がちょっと変な人でした。うわ、何なんだろうそれ。歩き方がちょっと変ってのは何だと思う、かなさん。いやでも何だろう、ガニ股とか内股とか、うん、歩き方って言うと、これはですね、履き慣れてないハイヒールを履いてる女性の歩き方です。あれ見るとムラーっとくんのよ。やだー。で、ハイヒールっていうのはやっぱ性的魅力に溢れてるんですよ。うん、それわかります、ね。変態の中で踏まれたいっていう人がいるぐらいですから、うん、はい、ね。集める人もいますからね。集める人いますから、はい、ね。で、あれなんでかっていうと、女性を普通に歩かせない道具なんですよ。だって男絶対履けないよ。はい。まあ確かに歩きにくいは歩きにくいです。いびつな歩き方。はい、これが、このやっぱり、なんていうか、むやみに犯罪者に女性としてこう。うん。こうやって考えると。ああ、マリリン・モンローなんかそうなんですか。そうですよ。ね、そうですよ。もうズバリ言うとそういうことですよ。そうですね。セクシーって言われてるのはそういうことなんですよ。さあ、それではこっからね、ネズミを例に。ネズミを例にナンパを加賀します。あ、ごめんなさい。時間いっぱいでございます。この続きまた朝の前の上で。武田、縄張りの一部だと。いうことを考えてるみたいであります。脳内の報酬系ではありますが、こういう系がシステムがある。ここに快感、やる気を引き起こすものがある。で、ドーパミンが入りますと、この脳内の報酬系にドーパミンが入ると、ものすごい快感情、やる気いっぱい。はい。うん。で、このドーパミンというやつを、その、人工的に入ってって引っ張り出すのが、実はコカインなんですよ。あ、そうなんだ。うん。中でも、側座核と呼ばれる部位は敏感で、この、ここにコカインが、まあ、例えば鼻から、ね、炙りでやったりなんかして、うん、炙りなんてのも、
やばい言葉を。知らない言葉でした、そんなの。知らない言葉でした、はい、この間寿司屋の大将と、梅ヶ丘の緑寿司の大将と、ゴルフやったら恨んでましたよ。え？高祖ご夫婦を、梅ヶ丘のその寿司屋さん。はい。そこ、緑寿司の大将、お店の売り物が炙りですよ。あららら。マグロの炙り。炙りねー。うん、もうそれから全然注文がいなくて。うわ今日なんかいいの入ってるったら、炙りなんかどうですかって言うと、シャッと店中がしてみんな大将を見るというね。そんなとこまで影響出ちゃってんですか。炙り全然売れないって、もう あのね、イメージが悪くなって。そっか美味しいのに。うん。美味しいのにさ、あの一言で言葉そのものが汚れてしまった。でも、あの、コカインっていうのはそんな風にして、頼みもしないのに報酬系に入ってドーパミンを引き出すんです、うん、でドーパミンなんてのはやっぱりちゃんと手順踏まないとダメなのに、コカインが勝手に入ってきて快感情をやり起こしたりなんかするというね。で、ここに一歩一歩性を支える脳部位もありましてですね、この側坐核というところにで、オキシトシンとかバソプレッシンの受容体も多くある、この脳内の報酬系に、はい、だからまあちょっと申し訳ないね、これあの法的にちゃんと呼ばなきゃいけないんでしょうけど、まあ私流なんで勘弁してください。そのお塩さんという方、酒井典子さんという方、高曽典子さんという方、旦那様も含めて MDMA、うん、あるいはコカイン、これはあのその夫婦仲を強烈に結ぶんですよ。これで手順分かった？つまり脳内の報酬系の中にあって、そのコカインが夫婦仲がうまくいっているときに出すべき、その神経伝達物質をコカインで強制的に引っ張り出すわけですよ。そういうシステムなんだな。だからコカインに依存すると何が危険かっていうと、出っ放しになっちゃうんですよ。自分で止める止めないじゃなくて、機械に頼っちゃうわけ、機械じゃねえ、薬物に頼っちゃうわけだから。だから、変な言い方だけど、その、あんなことがあればね、なんかこう、今週まな板の上に置いてるナンパってのは短期配偶戦略。短期配偶戦略。男の本能に最も火をつけて逃げたいっていう魅力に女性がまんまと乗る時がある。それは今度芸能界で起きた覚醒剤あるいは麻薬事件の両方の男性にも通じてるとこじゃない。二人とも短期配偶戦略の男だと思いません？あんなん男だったらすぐわかるよ。やっぱりじゃあ同性から見るのと異性から見るの違いますかね。当たり前だよ。なんか、なんでかって言ったらあいつらって申し訳ないですけどね。まあいいか。一発やって逃げようって顔してるじゃん。それがちょっと悪そうに見える男ですよね。そうそうそう、ちょい悪に見える。女性から見るとね。ところが女性はこれにあえて乗るケースがあるんです。うん、で、俺これ本当にね、ちょっとドラッグ問題で、世間を騒がしてる二人の芸能人妻の旦那さんと芸能人の男と、フラッシュかなんか買いに行って二人とも見たんだよね。それで見たんですか。うん、はい。長さはよくわかんない。ただはっきりしていることは、二人とも綺麗な指してるよね。いわゆるよく女の人は綺麗な手の男の人に惹かれるっていうのは多いですよ。それはやっぱりテストステロン、短期配偶戦略、一発かまして逃げちゃう男に女性がまんまと引っかかりやすい要素をすでに持ってるんだ。綺麗な指に引き付けられるところは。はあ、だって、結婚するとき絶対指なんか見ないから。見ないですね。これ別にまた別個の本もあったんですよ。指があなたの人生を決めるとかっていうのがあったんですけど。ちょっと見てごらん。見てみます、これから。これから、仕事現場で会う男性とか、おしゃべりのお相手とか。はい、で、とにかく俺はドラえもんということでね。はい、俺まん丸なんですよ。うん。で、私はなんか、この二人の風貌にはやっぱり共通点がある。というのは、同性の友人が少なそうである。これはもう間違いありません。私は男として見てて思います。そして、このお二人さん、どう見ても、話し合うと案外気が合うんじゃないかっていう。女性の好みがこの二人一致するんじゃなかろうかと。さて、哲也さんの分析ですね。そうです。はいはい。で、やっぱりこの二人はテストステロン、この濃度が高そうだということは言えると思いますね。ちなみに、そう、時間来ましたね。こっから面白いんだ。この続きまた明日のマナイトの上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香菜です。テストステロンという謎の脳内、神経ホルモンのことを話して、はい、おるわけでありますけどもね。はい、で、
ちなみにでございます。昨日ここで終わったんでございますが、このテストステロン濃度、職業別で言えば何が高いか。これアメリカでの調査ですよ。アメリカでの調査。まあでも芸能人とか。もうあと偉い。テストステロン濃度、アメリカで職業1位、俳優だそうです。いや。